聖書を拝読します。第1ペテロ1の10から11です。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が余裕限りなくキリストにありますように。アーメン。道会長職務代行イスジン牧師が良い管理者の心1回目のメッセージを取り次ぎます。特別演奏で栄光を返してくださったキムハング長老、ありがとうございました。講談喧嘩があります。喧嘩者はマレーシアのクアラルンプール万民教会です。愛する牧師が抗議を超える涙と愛の祈りで私たちを抱いてくださって感謝します。去年コロナの中でも守られて無事教会を開拓することができました。すべての感謝と栄光を神様に捧げます。今年はさらに清めの福音を伝えて神様の心の慰めになり、主の血の代価を返して牧者の涙の実になります。道会女先生と教会の力になりたいという心で、感謝の心で講談喧嘩をします。ありがとうございます。今日は一大大教区の皆さんが来ておられます。先ほどある働き人が証しをしましたが、道会女先生の本を読んで今1月の収入が4倍も増えたそうです。聞き従ってくださる皆さんがこのように答えを受けて祝福されて、あちこちで証があふれています。とても幸せです。神様が注いでくださる限りない恵みがあふれています。ある方はこんなに素晴らしい本があったのに今まで読んでいなかったことがとても申し訳ないという方もいました。そして本を読んでいたら清めの福音について正確に悟って、なぜ心の割礼が重要なのかを悟ったそうです。そしてこれは人が書いたのではなく神様が解き明かしてくださったのだと確信したという方もいました。霊肉ともに祝福されていますが、これからも証があふれますように、これが皆さんにとって良い習慣になりますように。それで10冊を全部読み終えた方々は他の本もたくさんありますので読み続けてください。1回だけではなく繰り返して読めばもっと深く悟ることができるでしょう。そしてその日本を読んで悟ったことをダニエル祈祷会で祈りながら自分のものにしますように。今日のメッセージは良い管理者の心1回目です。これは1998年新年祈祷課題第2で道会長先生が伝えてくださったメッセージに基づいています。覚えている方もいると思いますが、良い管理者の心というメッセージです。私はこのメッセージを準備しながらとても大きい恵みを受けました。1998年は教会の試みがあったのですが、それは7月以降でした。これは新年祈祷課題第2位のメッセージだったので、新年を迎えてそういう教会の試練があるとは思いもしなかったでしょう。それで幸せであふれている時期だったのです。その時こういう内容を道会長先生は伝えてくださいました。このメッセージを聞いてみれば、試練の時どのような心構えで打ち勝つべきかという内容だということがわかるでしょう。祝福の教会の試みがある前もって道会長先生の心に働きかけられてこういうメッセージを伝えてくださいました。
生徒の皆さんがこれを心に刻んでいたなら、皆が勝利して打ち勝つことができたと思いますが、そうでなかったので、多くの方が試練にあった時つまずいたり教会を離れてしまうことがありました。神様がくださる御言葉をいつも覚えて心に刻んでおけば、どんな試練の時も圧倒的に勝利することができます。皆さんもこのメッセージを聞いて勝利しますように。はい、メッセージに入ります。愛する聖徒の皆さん、マタイ25章14節から読んでみれば、しもべたちを読んで自分の財産を預け旅に出ていく人の話があります。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡しました。5タラントを扱った人と2タラントを扱った人はすぐに行って、それで商売をして2倍に儲けました。ところが1タラントを扱った人は出て行くと地を掘って、その主人の金を隠しました。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算しました。その時誰が褒められたでしょうか。渡した金を2倍に儲けた人々でした。彼らは同じように主人から、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと言われました。しかし1タラント扱った人には、悪い怠け者のしもべだ、そのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさいと言いました。大礼拝の時もその内容を道家女先生が言われましたね。1タラントを取り上げてたくさん持っている人に与えたと。私は大礼拝の時メッセージを聞いて、夕方礼拝の時この内容があったので、もっと恵みを受けました。神様は使命をくださる時、その能力に応じてそれぞれ違う分をくださるのです。私はこのメッセージを準備する時、ファン・グンナン伝道師のことが思い浮かびました。去年より今年もっと多くの使命を任されたのです。私もお願いしながら、全部これを果たしてくださることができるのかと思って、でも私の方からお願いしたら、ただアーメンでした。このような主のしもべがそばにいるからとても心強いでした。それで会うたびに、とても感謝ですと言っている言うと、その方は、いいえ、私がこの使命を果たせることができて感謝ですと、働き人とも互いに感謝しているそうです。このように使命を任せられた時、それを重荷と思うのではなくて、そのために努めて良い実を結ぶために努力してくださる方がいて、とても感謝です。この方は何をお願いしても、ただアーメンと聞き従ってくださいました。そしてその中国大教区の働き人の皆さんもとても良い方々です。神様がそのような方々をつけてくださったのです。神の国にはこういう働き人が必要です。そのような人は神様に、よくやった、良い忠実なしもべだと褒められるようになります。そしてさらに多くを任されるようになります。しかし1タラントを扱った人は使命を果たさないで不平不満を言っていました。ご主人様は、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと思いました。それで1タラントを地の中に隠しておきました。主人を悪い人のように、ひどい人のように誤解していたのです。私たちも環境や人との関係で不平不満を言ったりしてはいけないでしょう。誤解することがあってはいけないでしょう。この御言葉は実は救いとも関係がある内容です。悪い怠け者のしもべだと叱られました。
マタイ25-30では、役に立たないしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて激しりするのですと厳しく言われています。私たちは責められるしもべではなく褒められるしもべになりましょう。では神様が認めて尊く用いるしもべはどんな姿でしょうか。マタイ 24-45 に、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょうとあります。皆さんが主人ならどんな人に皆さんの土地と財産、家の仕事を任せるでしょうか。自分のことのように真心から働く人、主人が不在の時も怠けないで誠実に働く人に任せるでしょう。そういう人を信用できるでしょう。ヨセフがそういう人でした。兄たちに憎まれてミディアンの商人に売られたヨセフは、エジプトのパロ王の侍従長ポティファルの家に売られました。父親に特別に愛されて大事に育ったヨセフが一朝にして奴隷になってしまいました。でも彼はこういう状況でも誠実に働いて、何よりも神様が彼と共におられ、すべてのことを成功させてくださいました。それでポティファルはヨセフを自分の側近のものにして、その家の全財産をヨセフの手に委ねました。そして何も気を使わなかったのです。完全に信頼して何でも委ねる人として認められたのです。神様もこういう良い管理者に使命を任せたいと望んでおられます。それなら良い管理者とはどんな人を言うのでしょうか。管理者とは一般的に施設や団体などを管理し運営経営する人を言います。神の国では教会の中での務めだけでなく、使命を任された人が霊的な管理者です。ここで務めとは監視、長老、主の使牧師、伝道師などです。そして使命とは教区長とか、そして宣教会の指導教師とか、こういうのが使命なのですね。区域長とかなのです。羊は務めであり、その人が区域長ならそれは使命なのですね。それを任された人が霊的な管理者です。そして主を信じて救われた神の子供たちは、自分の物質と時間、健康、命も神様からいただいたから、聖徒の皆さんもみんな管理者です。私たちは皆神の国の管理者です。ところで管理者の中には良い管理者がいて悪い管理者がいます。先ほどタラントの例えでも、良い忠実なしもべがいて悪い怠け者のしもべもいました。では良い管理者の姿はどんな姿でしょうか。これについて1997年認職礼拝の時言われました。良い管理者は罪を犯さないで、心の良い人で使命を完全に果たす人だと言われました。本文11節には、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が余裕限りなくキリストにあるようにとあります。このように良い管理者は何かを語るときは神の言葉にふさわしく語らなければなりません。だからといって区域長の皆さんも良い管理者ですね。組長や機関長の皆さんもそうです。良い管理者は神の言葉にふさわしく語らなければなりません。だからといってメッセージを伝える人のようにしなさいという意味ではなくて、その唇には真理の言葉、信仰の告白をして、周りの人に恵みを与える言葉を言わなければということです。最近は生徒の家は訪問できませんが、電話などで訪問をします。区域長の皆さん、機関長の皆さん、皆さんが区域や機関の生徒と話をするとき、恵みの言葉だけを口にしているでしょうか。
この話はプライベートだ、この話は私的な話だから、敬虔な真理の唇ではないと、唇でなくてもいいと思うのでしょうか。それで不平を言ったり、否定的なことを言ったりするなら、神様は何と言うでしょうか。神様に認められる良い管理者になるためには、神の言葉にふさわしく語らなければなりません。また奉仕も神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしくしなければなりません。印と不思議が現れて神の力が現れるなら、神様の御業だと神様に栄光を返します。同じように奉仕することも自分がやったと思ってはいけません。それは自慢話で報いにはなりません。御言葉を知っている人なら、奉仕しながら自分の力で自分の物質で献身したと自慢する人はいないでしょう。しかしその心に認められたい、褒められたいという心があって、見返りがなければ虚しく思ったり不満を抱いたりするなら、それは自分がやったことなのです。神が豊かに備えてくださる力によって奉仕する人は自慢しないでへりくだって使います。それで食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光を表すのです。こういうことを覚えて、皆さんの奉仕と忠実が無駄にならず天の報いとして積まれますように。本論では5つのケースを挙げて、良い管理者と悪い管理者がどんな姿なのかを比べて調べたいと思います。使命を任せられた方はもちろん、これから御霊の戦士になりたいと思う方は、このメッセージを聞いて必ず良い管理者の心を持ちますよう主の御名によってお願いします。管理者には主人がいますね。聖書では主と私たちの関係を花嫁と花婿と例えますが、神の国の使命を果たす働き人には主は主人で、私たちは管理者やしもべとして例えます。今伝える内容で主人という言葉が出てきますが、この主人とは神の国と教会という意味でもあります。そして皆さんを教えて導いてくれる目上の方の意味もあります。そして会社では上司でもあり、皆さんが使えて愛している人だったり両親のことかもしれません。ですから教会の中でだけではなくて、皆さんの家庭や職場のことにも適用してください。どこにいても皆さんが愛されて、あの人は必要な人だ、宝のような存在だと褒められる皆さんになりますように。良い管理者と悪い管理者の心を調べることができる一番目のケースは、主人が試練に遭う場合です。主人が試練に遭う場合です。悪い管理者は主人が試練に遭う時は逃げたり裏切ったりします。一度使えたなら苦楽を共にするべきなのに、自分が使えていた人が大変な目に遭うとずる賢く自分が生きる道を探して離れてしまうのです。道会上先生が試練に遭った時、ダビデ王が試練に遭った時どうだったでしょうか。神様がダビデからしばらく御顔を背けられたら大変苦しい目に遭いましたが、その時ダビデを裏切る人がいました。アブシャロムの反逆によってダビデ王はエルサレムから急いで逃げました。その時はまた戻ってくるかわからなかったのです。でも真実な心を持っている人は最後までついていきました。でもダビデを裏切ってアブシャロムの方についた アヒトフェルのような人もいました。アヒトフェルは優れた戦略家でした。当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであったとあります。しかし神様がアブシャロムと共におられなかったので、アヒトフェルの優れた計り事が選ばれなかったのです。アヒトフェルはアブシャロムが勝利できる計り事を助言しましたが、
それが選ばれなかったのです。第2サムエル 17-14 にこうあります。アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキジン・フシャイの計りごとはアヒトフェルの計りごとよりも良い。ここでフサイとはダビデ王の人です。ダビデ王について行こうとしましたが、ダビデは彼に戻っていて、自分に助けになる計りごとを言いなさいと言いました。それでフシャイが偽りの計りごとを出したのです。ダビデに有利な計りごとでした。しかしアヒトウェルの計りごとはアブシャロムが勝利できる計りごとでした。ところが神様が働いてくださったので、フシャイの計りごとが選ばれるようになったのです。人々がその方がいいと思うようになりました。聖書にはこうあります。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトベルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであったとあります。神様はダビデの味方でした。今ダビデは試練に遭っているように見えますが、しかし神様はダビデと共におられたのです。アブシャロムはダビデの息子だったのですが、自分の父親を裏切って殺そうとして王位から追い出したのです。これは悪いことですね。ですから神様は善と悪の中で善を行う人を助けてくださるのです。それでここでアヒトベルの優れた計りごとは打ち壊されたのです。それで23節を読むと、アヒトベルは自分の計りごとが行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死んだとあります。アヒトベルは優れた戦略家でした。ですから自分の計りごとが選ばれなかったなら、アブシャロムは滅びてしまうことを知っていました。それでそうすると自分も滅びるしかないと分かったのです。ダビデ王が復帰すれば自分は殺されるようになるでしょう。ですから家に帰って自殺したのです。なぜここまで聖書に記されているのでしょうか。神様は裏切ることをこのように嫌われることがわかります。ダビデ王を裏切った彼の最後はとても惨めでした。裏切るということは本当に悪いことです。自分が仕えていた人が試練に遭うとき、どうするかによってそれが善か悪かを見分けなければなりません。また主人が試練に遭うと、今まで受けた恵みを忘れて自分に害が及ぶのではないかと心配して恐れて後ろに退く人がいます。政治の中でもこういうことがよくあります。自分に利益があるときは使えていたが、その人が不利になると身を避けてしまうのです。そしてもっと悪い人はその人を一緒に非難しながら悪い企みに加担するのです。しかし良い管理者は主人が苦しみを受ければ自分が代わりにその苦しみを受けようとします。歴史を見るとこういう人物がいました。中国の漢に貴信という人がいましたが、劉邦に仕えていました。ところで祖の項羽が漢を攻撃してきて包囲しました。この時貴信という人は主君を生かすために自分が王の馬車に乗って王の服装にした後、敵軍の方に行きました。すると敵軍は彼が王だと思って攻撃するために四方から集まってきます。貴信が今王の服装をしているし王の馬車に乗っているから、みんなそこに攻撃するために集まりました。その間で王は他の道に脱出することができました。しかし王の馬車に乗っているのは
王ではなく鬼神という人でした。それで敵軍の王夫は彼を殺しました。自分が仕えている王が危険な目に遭った時、王を救って代わりに死んだこの将軍のように命を尽くして主人に仕える、こういう心を持っている人を良い管理者と言えるでしょう。こういう心を持っている人を持つ主人はとても幸いな人でしょう。皆さん、こういう状況が人と人との関係だけではありません。動物からも学ぶべきことがあると思います。飼い主に忠実に仕える犬がいますね。忠犬の姿がインターネットとか動画に映る場合があります。はい、この動画を見てください。今寝ている人は多分お酒に酔って寝ていると思います。飼い主のそばで犬が飼い主を守っているのです。人々が助けようとしても飼い主に危険だと思って吠えていました。しかし飼い主が目を覚ましたら尻尾を振りながら懐いていましたね。この他にも蛇に噛まれそうな飼い主を守るために犬が蛇を攻撃する場面とか、こういう動画もありました。このように動物さえ自分の使える飼い主のためにこうするのです。人も学ぶべきでしょう。主は、神様は皆さんもこういう心になるのを望んでおられます。そういう生徒なら主の皆のために迫害されたり、信仰を守るために不当な目にあっても信仰や心が冷めないでしょう。使徒パウロは、罪人の頭のような自分を救ってくださった主の愛に感謝してさらに忠実に使いました。ここで主人とは教会でもあり牧者でもあり、皆さんが仕えていた目上の方でもあります。自分の姿を顧みてください。そして良い管理者か悪い管理者か調べる2番目は主人に仕える姿勢についてです。ここで主人とは教会で使命を果たすとき、誰かに仕える時を適用すれば理解できると思います。そして今週は韓国では旧正月の連休があって家族に会うようになりますね。コロナのため会えない方もいると思いますが、電話したりまたビデオ通話などで話をすると思いますが、その時も今日のメッセージの内容を覚えて良い管理者の姿として使いの姿を見せる皆さんになりますように。主人に使える時、心からではなく嫌々ながらするならとても辛くて大変でしょう。悪い管理者の姿です。すべてのことにおいて不平不満を言って悪口と愚痴ばかり言うのです。仕事をする時も怠ける姿があります。この仕事をしなければ叱られるからと思って嫌々ながら叱られないくらいだけするのです。どうすれば主人の目を避けて休もうかと思います。こういう人は悪い管理者でしょう。これは自分で自分を辛くさせることです。とても愚かなことです。会社員もお金のため仕方なく働くとか、任された仕事だけするなら喜びも達成感もないでしょう。聖書では私たちが真心から正直に仕事をするべきだとあります。またすべての人に対する時も主に対してするようにしなさいとあります。教会の中でだけではなく世でも、皆さんは神様の子供としてふさわしく良い管理者の姿でいなければなりません。家庭でも学校でもそうです。どこにいても私たちは神の子供らしくしなければなりません。
神様がご覧になるとき、認められる子供の姿でなければならないのです。コロサイ3:22-24です。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいとあります。世の中で仕事をするとき、どんな姿勢ですべきかについて説明しているのです。イエス様の時代には奴隷がいましたが、今は奴隷はいませんが、でも会社で上司と部下の関係とか、そして親と子の関係とかに代入して考えてください。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいとあります。例えば奥さんがご主人の実家の家族にどう使えるのか、姑さんにどう使えるのかを考えてみればわかるでしょう。感謝する心で使えているのか、そして男性の方なら奥さんの家族にどのような心で使えているのか考えてみましょう。主に対するように心からしなさいとあります。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのですとあります。ですから私たちは御国の民として、神の子供として、世でも愛と仕えとして心から使えなければならないでしょう。それを主は喜ばれるのです。しかし覚えておくべきことは真理にあってです。不義と悪を行うことに同調して従ってはいけないのです。真理に逆らわないことなら、主に対してするように心から使えて最善を尽くして働けば世でも認められるのです。良い管理者は主人に心から仕えるので、仕事をするときも嬉しいし満ち足りています。同じ仕事をしても喜んですることと嫌々ながらすることではその結果が違います。神様の国の働きはなおさらでしょう。世の仕事でも働けることに感謝しながら最善を尽くしてしなければならないでしょう。今のようなコロナ時代には失業する人もたくさんいます。ですから働く場所があることがどれほど感謝でしょうか。それで感謝しながら最善を尽くして使えるなら世でも認められるでしょう。また給料の多いか少ないかを計算するのではなくて、その仕事のために自分が用いられることに感謝するのです。心から愛する心で使える時、それが誠です。そういう心で働けば見事にやり遂げることができるでしょう。自分から仕事を探して積極的に果たして主人の意図を把握して気が利くことをするようになります。職場でも世でもこのような人になりましょう。自分がいる場所で自分の使いによって多くの実を結んで、会社にとっても利益をもたらす人になって褒められる皆さんになったらと思います。ひょっとして主人に欠点があるなら、陰口を叩くのではなく自分が助けて力になろうとする良い心です。こんな風に王に仕えて国が太平の世になった素晴らしい人の例を挙げます。韓国の朝鮮時代に、ただ国に仕えて身と心を捧げた大臣ファンヒという人物がいます。彼は国と王に心から仕えて、自分の命が危なくなっても王に進言することをためらわなかった人です。真実は通じるので、こういう忠実な心を彼が仕えていた王たちも知って彼を信任しました。彼は王に対する時も礼儀正しく行って、王はとても居心地よく思いました。
王に進言をするときも、王が怒らないように柔らかい口調で正しく言いました。朝鮮時代の初代王のときは、今の行政評価局長など重要な官職を役員しました。中国から使節団が来ると、彼が迎えて優れた外交術で国の利益になりました。高い官僚でも威張ることなく、地方で飢饉が起きると、志願してそこにいて、民の苦しみを減らそうとしました。民たちに近づいていて助けたのです。王の心を推し量るだけではなく、王の手と足になって行動に移したのです。また、世宗大王の時は、69歳で総理大臣の地位に上がりましたが、普通70歳になると定年退職をしますが、王は積極的に彼に頼んで17年も延長しました。王にとても信任されていて、高齢を配慮されて、普段は家にいて、国の大きいことがあると、王宮に出勤することになりました。王が重要な決定をするときは、必ず彼の意見を聞きました。世宗大王の時、天下太平の世をもたらして文化が盛んだのは、このように王の心になって国政を見事にこなす臣下がいたからです。このメッセージを伝えるとき、道海女先生は、この教会でも牧者の心になって、使命を果たしてくださる良い管理者がたくさん出てくるようにと言われました。多くの働き人の皆さんが忠実に仕えてくださっていて感謝します。さらに主人のような心で神の国において良い管理者になってください。そして自分が老苦して褒められたいと思うのではなくて、やるべきことをしただけですという役に立たないしもべの姿勢になりますように。第3、主人の財産を管理する場合です。悪い管理者は主人のものをこっそり横取りして自分の財産を増やそうとします。ある弁護士が依頼人を騙してこっそり加害者から示談金を横取りして警察に摘発されたこともあるそうです。自分を信じて仕事を依頼した人を騙したのです。会社のお金を横領して私的に使うこともあるし、会社のお金を銀行に振り込まないで横取りして自分の家を買うなど、個人の用途で使った社員もいたそうです。こういうニュースもありました。12年間、会社のお金370億ウォンを横領した会社員がいたそうです。そのお金で、1日に酒代として1億5000万ウォンを使ったこともあるそうです。そして他の事件もありました。2017年から4年間会社の資金を管理しながら法人口座から自分の口座にお金を引き落として自分の車や家を買うなどほとんど使ってしまったそうです。銀行のパソコンを操作して違法な貸し付けをした銀行員もいたし、研究機密を売り込んで多くのお金を儲けた人もいるそうです。最近6年間海外に漏らされた国内産業技術が121件に達するそうです。そのうち29件は国の革新技術にあたるそうです。外国の企業にその技術資料を売り込んだのです。国の革新資料を退社する前にコピーしたり、携帯で撮影して漏らして外国の企業に転職するために不正に使った社員もいました。最近は大学で開発した先端技術を外国に売り込んだ大学教授もいたそうです。このようにいろんな不正が広がって、これによる公金の私的流用が
莫大な規模に至るそうです。会社や銀行や大学など自分を信じて任された信頼を裏切って個人の利益のために不法を行った人がいるのです。こういう人は悪い管理者だと神様は言われるのです。道海女先生がこのメッセージを伝えてくださった時は1998年でした。で、最近のニュースを調べてみたら、20年前も今もこういうことはたくさんあるのです。この世は悪くなるばかりなので、人は自分の利益を求めて、国や会社にも害を与えるこのような悪い管理者の姿があるのです。しかし、良い管理者は、ただ主人の利益を目的とするのです。主人の利益のためなら、積極的に取り組んで、まめに行い、主人の財産を増やそうとして、そのしもべのため、主人が裕福になるのです。ヨセフはそうでした。ポティバルの側近のものになって、その全財産を管理したら、ポティバルの家がもっと祝福されました。創世記39-5です。主人が彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の家にあったとあります。ヨセフのゆえに主人の家が祝福されたのです。事業をしている皆さんは社員を選ぶときこの御言葉を握って祈れば良いでしょう。良い管理者の心を持っている人がこの会社に就職するようにと祈れば良いでしょう。そして皆さんも良い心で使えるならそういう会社になれるでしょう。神の国も同じです。良い管理者は主人の言葉に聞き従って主人のものを少しも欲張らない正しい人です。1年間自分が労苦して主人の家が祝福された、でも自分の給料は変わらないとしましょう。主人はひどい人だと思って主人の財産を横取りしたりする悪い心がないのです。私欲なく正直に行って主人の財産を増やす管理者がいるなら主人は喜んで自分の財産の一部を彼に与えることもあるでしょう。具体的に教会では主人の財産を管理する人とは誰のことでしょうか。まず教会の財政を管理する人がいます。正確な財政の出し入れはもちろん、負けばその借り取りをする例の世界の法則に従っていろんな分野を顧みて神様が喜ばれることを信仰によってマークことも重要です。例えば皆さんが捧げてくださった献金をもって教会ではいろんなところに使います。主のしもべとレビ族の給料と教会の管理費などがありますね。そして施しや宣教などにも使われます。神様に喜ばれることが何か、それを探して財政委員会の方々がそれに支出をするようにと道海女先生が言われました。海外宣教とか国内宣教もあるし、文書宣教などもあるでしょう。施しもあります。それをしなければ教会の財政が増えると思うかもしれませんが、でもそうではなく、このように信仰によって巻くとき、神様がもっと生徒の皆さんを祝福してくださって、教会の財政も増えるようになるのです。人の頭で計算するのではなくて、霊的な法則に従って、神様に喜ばれる方に使うようにしなければなりません。そして各機関の会計の使命を任された方から教会の財政委員まで、このような例の世界の法則をよく活用すればいいでしょう。生徒の皆さん、宣教会で機関の会計に選ばれた方なら、その会費の管理をしますね。でもその会費は神様のものです。ですが、その会費から自分のために私的に使えばいけないと学びましたね。それを覚えていてください。道海女先生はこういう内容について何度も言われたの
ではなく、たまに言われますが、それをよく覚えていてください。機関の会計が会費を扱っているのではありませんか。自分のためにそれを使ってはいけません。そして機関長が勝手にこれをあれに使いなさいと言ってもいけないのです。財政を管理する人は正確に差し入れをしなければなりません。そして機関の長も私的にそれを使ってはいけないのです。そして生徒の皆さんが神様に10分の1献金と革新の献金を捧げることも同じです。私たちが労苦して得たものはもともとは神様のものです。でも神様はそのうちの10分の9は私たちが使うようにくださったのです。ただ10分の1は神様の前に捧げるようにして、神様の物質的な主権を認める証拠にするようにされました。そしてそれをもって神の国を立て上げるために使うようになさいました。私たちが神様の物質的な主権を認めるとき、神様も私たちに物質の祝福をくださるのです。マラキ3の10に、私たちが10分の1を捧げれば、ことごとく捧げれば、神様は天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぐと約束なさいました。道会長先生は本人の証をされました。先生はちょうど10分の1を計算して捧げるのではなくて、 10の2とか3とか多めに捧げたと、捧げながらこういう心だったと言われました。10分の1だけではなく10分の2、3、それ以上も捧げましたが、このように神様の前に多く捧げるとき、道会長先生の心はこうだったのです。私がこのように信仰によって捧げてこそ、神様がこの教会を祝福してくださると信じて信仰の行いを見せたのです。それで生徒の皆さんが祝福されるのです。もちろん感謝すべきことがあるなら、その都度感謝の献金を捧げましたが、10分の1を豊かに捧げる理由は、教会と生徒の皆さんが祝福されるために先生はそのようになさいました。それで私も先生の姿を見て育ったから、10分の1はいつも10分の2、3を捧げてきました。2018年から教会の祝福の試練があった時も、私は10分の1献金、自分が決めておいたのを減らさなかったのです。もちろん収入は減りましたけれども、でも神様に捧げる10分の1は10分の3以上にして捧げました。道会長先生が不在の時、また教会も試練にあっているからといって、私はそれを減らすことはできなかったのです。道会長先生が行った通りに、私も見習って生徒の皆さんが祝福されますようにという祈り心で10分の1を捧げました。それで私は自分の収入の中で 80%、90% を神様に捧げたのを気づいて、とても感謝でした。私の生活のためのお金はないのですが、でも節約しながらいろいろ貯金もしながらそのように来ました。ある方は、イスジン先生は献金をたくさんする、だから何か収入がたくさんあるのではないかという誤解をした方もいるようですが、そうではありません。10分の1を私はこんなにたくさんしますと、講談で私がいちいち言う必要はないから今まで言わなかっただけです。神様にたくさん捧げればみんな喜ぶべきではありませんか。道会長先生が信仰で行ったその姿を私も見習って知っているだけなのです。そうすれば神様が喜ばれるでしょう。そしてもっとたくさん捧げるように祝福してくださるのです。私もこのように最善を尽くして捧げていますので、生徒の皆さんも
誤解することはないようにお願いします。私が10分の1献金を去年からは前よりはちょっと減りましたけれども、本当に申し訳ないんですが、道会長先生がどのようになさったのか、それを見習いたいと思います。自分のためには使わないで、ただ神の国のために、生徒のためにすべてを捧げてきました。それで神様はそのため、その身として生徒の皆さんを祝福してくださって、教会の財政もあおれるようになったのです。神の国の良い管理者になるためには、神様に10分の1を捧げる時もことごとく捧げて、あとの10分の9も正しく使わなければなりません。自分のものだからと思って湯水のように使ってしまう人がいるなら、良い管理者だとは言えないでしょう。そして神様からも祝福されないでしょう。欲を捨ててこそ神様は祝福してくださるのです。10分の9は自分のものですが、それも正しく使うとき、さらに祝福されるのです。こういう御言葉をよく適用して、神様の約束の祝福をいただけますように。また神の国において私たちに預けてくださった財産があります。それは使命です。教会の中の部署の仕事をする人もいますね。そして生徒を顧みる使命もあります。これが神様が私たちに預けてくださった財産です。自分が潤滑油のような役割をして、自分の部署がよく動いて多くのことができるなら、これは主人の財産をよく管理して増やした良い管理者だと言えるでしょう。レビ族なら知恵と力を受けて神の国を広げるために励まなければなりません。仕事の能率が高くなると同じ時間により多くのことができます。数年経っても同じ時間に同じことをしているなら、その人は能率を上げていないということです。能率を上げれば同じ時間にさらに多くのことができるでしょう。皆さんもそのような有能な働き人になりますように。そしてレビ族は自分の部署だけではなく、神の国において自分がもっとできることは何があるのかと探して知恵を集めるなら、今の非対面時代にも神の国をさらに広げることができるでしょう。そして生徒を顧みる使命も神様が預けてくださった財産です。魂を救う使命が一番大きい使命です。生徒を霊的に導いて2倍3倍にリバイバルさせるなら、このような人はタラントの例えで言った2タラント5タラントを扱った良い管理者でしょう。主のしもべはもちろん、教区の地域長、組長、区域長と宣教会の会長や役員、機関長は主がたっと一で買い取ってくださった魂を養う使命があります。自分が怠けていて聖霊に満たされていなくて、他の生徒を顧みる力がなくて愛もなくて生徒を失うなら、神の国に損なのです。害を与えることです。ある人は自分が聖霊に満たされていた時は熱心に働いていても、少し問題があって試練がやってくると熱心が冷めてしまいます。すると周りの人が彼のその人の顔色を伺うようになって、何かをお願いする時もためらうのです。悪い管理者の姿ではありませんか。自分の都合によって神の国の働きをしたりしなかったりするのでしょうか。でも良い管理者は個人的に試練があっても他の人が気づかないように、もっと明るく笑って肯定的に言います。そういう働き人がいると、問題があっても互いに信仰によって告白して励まされて力つけられるでしょう。皆さんも道会長職務代行である私の力になってください。できません、無理ですというのではなくて、できます、神様が共におらればできますと皆さんが言ってくだされば、私も頑張れます。
私は祈りながら、神様が私を助けてくださればこれもできるでしょうと祈りながら信仰で告白したんですが、周りの働き人が否定的なことを続けて言ってくると、私もちょっと力がなくなる場合もあります。神様がくださるこの命の御言葉があるのではありませんか。代表祈祷をされた伝道師も感動的に祈ってくださいましたが、この命の御言葉があるからどれほど感謝でしょうか。ですから私たちはいくらでもできます。いくらでも商売をして儲けることができます。つまりこれをもって多くの人に伝道して魂を救うのです。私たちには神様がくださった多くの恵みがあります。しかししばらくの試練の時、力を失ってできません、無理です、いけませんと言うなら、同会所職務代行として私も力を失うのではありませんか。ですから互いに助け合って励まして、力になる皆さんになってほしいと思います。そういう方々がいると十分神の国を広げることができるでしょう。教会ではもちろん、家庭や職場で、そして世で疲れて苦しんでいる人々が皆さんの善と愛を見て勇気を得て立ち直るようにする良い影響力を与えますように。それで多くの魂を救いの道に導いて神様に褒められますように。残りの内容は次の週に伝えます。結論です。主イエス様は最高の良い管理者でした。フィリピ 2-6-8 です。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、父に十字架の死にまでも従われました。イエス様はこの地上に来られて、神様が望んでおられる通りに行いました。最後の十字架刑を受ける前に、鞭で打たれて立ち上がる力もない体で重い十字架を負ってゴルゴダの丘を登られる時も、大変です、苦しいですと言わなかったのです。その大きい苦しみを受けながらも、ご自分を見ながら心痛まれる父なる神様を思いながら、その心を慰める祈りを捧げました。十字架の摂理で数多くの魂が救われるので、父よ悲しまれませんようにと告白しました。このように善と愛と献身を持って聞き従われたので、私たちの救い主になられたのです。ですから神様は主に大きな栄光をくださいました。フィリピ 2-9-11、 それゆえ神はその方、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですとあります。私たちも神様の栄光のために、神の国を広げるために、多くの魂を救うために、流した涙と犠牲、使えと献身はすべて天の報いと栄光になると信じます。箴言 4-8 です。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。私たちは良い管理者になって、ただ神様に栄光を返して、永遠なる天国で栄光の座につく皆さんになりますように。今週は韓国の旧正月の連休があります。家族や親戚に会わない方もいますが、会うなら、そして電話で安否を尋ねて話をするとき、主に対するように対して使えるなら、家庭も福音化されるでしょう。そして神様がくださる幸せと喜びがあふれるでしょう。このメッセージを教会と家庭と職場とか学校でよく適用して、どこにいても良い管理者として認められ、神様に栄光を返しますように。メッセージを思いながら祈ります。父なる神様、今日は良い管理者の心について
調べてみました。主人が試練に遭う時、しもべはどうするのかについて、また主人の財産をどのような心で管理するのかについて調べてみました。主人に仕える姿勢について調べてみました。聖徒の皆さんが多くを悟って恵みを受けて神様に喜ばれる良い管理者の心になるようにしてください。それで神様に褒められて多くを任されるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、骨上肋部、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイロジェなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒してください。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。